本日はですね、2021年度国際活動、奨励賞を受賞いただきました、オルカ剛様にお越しいただいております。オルカ様のご所属、電源開発株式会社、14年にわたりまして、海外の水力関連業務に携わっていただいている方でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では、じゃあまず自己紹介の方からお願いしてもよろしいでしょうか。はい、承知しました。改めまして、電源開発株式会社に所属しておりますオルカワゴーと申します。よろしくお願いいたします。今部署所属し所属している部署はですね、実は8月1日付で移動、それまでは国際関係の仕事に従事してたんですけれども、移動になりまして、陸上風力事業部というところに今移動して、8月から1ヶ月今日ですね、所属しているようなところでございます。大学はですね、日本大学理工学部土木工学科の出身でして、大学の時には3年生のゼミの時からコンクリート材料の研究室の方に所属しておりました。で、当時その教授ですねの先生の部屋にはですね、今やらねばいつできる、わしがやらねば誰がやるっていうような言葉が掲げられておりまして、実はちょっとそれがですね、あまり周りには言ってないんですけれども、はい、私のイメージの中には結構響いているいまして、それが今現状でもそれが何でしょうかね、どこかになんかそのあるようなイメージです。で、当時その海外その学生の時はですね、その海外というイメージは全くなかったんですけれども、ちょっと研究内容はさておきですね、何でしょうかね、その先生からはその言葉の通りですね、お前がやらなきゃ誰がやるんだみたいな話とかが結構ちょこちょこあったりして、で研究をやっていく上でもやっぱそういった意識のもとで進めていったっていうところが多分その根底としてはあるんですね。で、かたやその海外のイメージを湧き始めたのはその大学の卒業の時でして、その同じ研究室のメンバーが結構卒業旅行で海外に行くっていう人たちが多かったっていうのもあってですね、今でもそうかもしれませんけれども、で、一人で海外に行ったんですね。ただ行ったといっても、当時やっぱ先進国に憧れていましたので、アメリカからカナダに、西海岸ですね、もうずっと北上、アメリカのロサンゼルスに入って、そのカナダのバンクーバーから帰ってくるっていうような、要は北上してたんですけれども、そこで何て言うんですかね、その海外のその要は異文化みたいなところをちょっと肌で感じるようなきっかけがあったわけです。で、そこが海外の最初というか、本当はちょっと学生というか、中学生の時に一回海外は行ってるんですけれども、ある程度年も重ねてですね、その成人した上でのその海外に触れたきっかけっていうのが、そこになります。で、そこで何を感じたかっていう話なんですけれども、やはりその日本とアメリカもしくはカナダってやっぱその随分違うんですね。何が違うかって、行ったそのなんて匂い、空気感とかそういうのももちろん違うんですけれども、やはりなんか今これは今思うとなんですけれども、やっぱ不便さみたいなところが全くなくて、実はそれ移動したのも全部、電車とかバスとか、そういったので移動しているんですね。でバンクーバーまで北上していってるんですけれども、なんかそういった便利な世の中、どこの世界もみんなこういった便利な世の中なのかなっていうような感じで、なんとなく思ったっていうような、そんなところでした。で、その後、それはちょっと大学時代の話でして、で、それ実は就職がもう決まった後の卒業旅行だったんですけれども、入社してですね、これまだ海外、弊社はですね、海外でもいろいろ事業をしているっていうのもあったので、入社試験の時に海外についてどう思うみたいな話とかを聞かれたりするんですけれども、当然会社に入りたいので、もちろん行きますっていうようなことでですね、面接をさせていただいたりっていうのはあったんですけれども、そういった、一番最初の海外は中学生とお話しましたが、その大学の時の海外の旅行を経て、
まあ、その異文化っていうところに少し興味がもともと芽生えてきたっていうようなところでもあった中だったので、まあ、今入社したいからって申し上げましたけれども、まあ、それは嘘ではなく、海外に もちろん従事して、いつかはしてみたいというような気持ちが、まあ、少なからずあったというのは正直なところです。で、それで入社してですね、まあ、ただ海外に関する仕事っていうのはなかなかつけなくて、これは後から思うとですね、やはりそれなりの経験を積まないと、海外のお客さんとかですね、まあ、海外のフィールドで渡り歩くには、なかなか厳しいものがあるっていうのが、まあ、後で分かったんですね。で、なので、まあ、そういったことも、まあ、もちろん会社は、なんでしょうかね、そういう意図もあったと思うんですけれども、まあ、いきなりその新入社員で海外のに属すっていうような感じではなく、歩んできてます。じゃあ、いつ最初に海外に関する仕事に就いたのかっていうところなんですけれど、一番最初、その中米ですね、あとアメリカの下のちょっと細いところですね、中米のエルサルバドルっていう国に、入社して8年後くらいにですね、まあ、出張で行かせていただいたんですね。1ヶ月弱だったんですけれども、それは JICA さんの案件で、その、FS つまりその基礎調査フィジビティスタディの業務だったんですけれども、まあ、そこに一度その随行させていただいたっていうのが一番最初の海外出張、会社入っての海外出張でした。でそこは先ほどそのアメリカ、カナダって話しましたけれども、まあ、そのエルサルバドルって結構危険な国でして、まあ、全く違うんですね。でやっぱこういった国でそのジャリカさんとかがその日本の ODA で支援しているっていうのがやっぱなんか肌に染みて分かったってわけです。というのもやはりそのエルサルバドル国のですね、その電力公社の方々の、まあ、お手伝いをするっていうようなミッションだったんですけれども、まあ、そういったところでですね、その日本がもともと先進国として持っている技術力を提供して、まあ、その国にですね、貢献する電力をその発電所を作ってあげて、その経済的な支援もしつつ、その技術力も提供して、その経済発展を支えてあげるっていうような、まあ、使命になるわけですけれども、まあ、そういったところをこう身に染めて分かったわけですね。で、どういったシチュエーションで本当に何でしょうかね、やっぱりその先進国とそういった、新興国って言ったらいいんですかね、どの違いを感じたかっていうと、その実際にその水力の地点だったんですが、現場に行って地元説明会に追加させていただいた中でですね、その参加者が、まあ、自分の名前を、まあ、日本でもありますけれども記帳したりするわけですけれども、まあ、そこでですね、まあ、字が書けないっていう方々が結構おられて、その記帳するにもその受付の人がですね、その住民が発生した自分の名前をその受付の人がこうやって書くっていうようなことをやられているシーンが結構 見られたんですね。こんなにもやっぱり世界はまあ広くて、その生活レベルというかですね、教育レベルも含めて違いがあるんだなっていうのを、まあ、結構ショッキングだったんですけど、正直その時はショッキングだったんですけれども、大きな違いがあるなっていうようなところをまあ分かったわけです。で、その時にやはりこういった国々、こんなに差があるのをですね、どうにかしてやっぱ我々の方で、そのギャップを解消するとかですね、まあ、そういうふうに埋めることができないかっていうようなのが、なんとなくまだ明確ではなかったんですけれども、そういった気持ち、モチベーションで、今のその電力会社に勤めるっていうのが、なんか何でしょうかね、使命というか、私個人的なそのモチベーションの一つになったのかなっていうふうに思います。で、まあ、そこがなって、まあ、海外のスタートなんですけど、まあ、その後もしばらく期間は空いてしまった、海外にその出張したりするタイミング、機会っていうのが少し期間としては空いたんですけれども、どこかやはりそういったのがですね、あったんじゃないかなっていうふうに感じ取ったんじゃないかなっていうふうに思っていました。
で、その後はですね、国内で少し海外の仕事をやったりっていうのはあったんですけれども、一番大きな転機というかですね、きっかけになったのが、スリランカにですね、2009年の10月から2011年の3月、これは東北の震災の直後までですね、震災後に帰国したんですけれども、そこにそのスリランカで同じく水力の建設現場の施工管理技術者としてアサインされたタイミングがあってですね、これが個人的には一つのターニングポイントになったのかなっていうようなところがあります。それはじゃあ何かっていう話なんですけど、現地に駐在していると、同じようにもう我々の会社以外の人たちもスリランカに来たりしてるんですね。で、中にはそのボランティア、青年海外協力隊員のようなですね、そのボランティアの方々とか、他の会社さん、道路公団さん、ネクスコさんか、ネクスコさんとか、もちろんその赤十字の方とかですね、国連の方とか、いろんな方々が来られていて、で、やっぱ日本人同士のコミュニティができるので、そこでそういった方々といろいろお話しする機会があったりするんですけれど、今まで私、直接ですね、なんて言えばいいんですかね、関わったことがないというか、触れ合ったことがない方々が多かったんです。というのも、例えばその青年海外協力隊員で来ている方々というのは完全にボランティアで来ていたりするんですけれど、かなりそのスリランカに対して自分が持っているその技術力とかですね、スキルを提供するっていうのを非常に積極的にやられているその姿を拝見できたわけです。でそういった方々っていうのはなんかちょっとそれもまた一つのショックというか感動というかですね、今までちょっと私にそういった気持ちがなかったんですけれど、いやこの人たちすごいな偉いなっていうような気持ちがかなりふつふつとなんか私の気持ちが盛り上がったというかですね、なんかそんなことになって、その以前のそのエルサルバドルでちょっとでもなんか感じたことっていうのはこういうことだったのかなっていうのがなんか思い知らされたっていうか、よく明確にちょっとクリスタライ気持ちがクリスタライズされたっていうかですね、なんかそんなようなタイミングが、そのスリランカでの水力現場で従事している期間に感じたことです。で、やっぱりその海外にその今日本で持っている技術力、私個人的にそんな技術力が高いかというとそうでもないんですけれども、そうではないと思うんですけれども、やっぱそのチームで、日本というチームでですね、そういった新興国の経済をその少しな微力ながらでもやっぱ支える力になってあげるっていうことが、その我々のやっぱりやらなきゃいけないことなんじゃないかなっていうふうに、やっぱその明確にちょっと感じ取ったっていうのが、そのスリランカでの出来事だったのかなっていうふうに思います。で、その後もちょこちょこその国際関係、日本にいながらも手伝ったりですね、その新たなプロジェクトを行うための計画を立てたり、設計をしたりっていうようなことを続けてきていますけれども、やはりそこのスリランカで感じ取ったことっていうのは大事にして今後もですね大事にしていきたいなっていうふうに思っているところですね。ありがとうございます。すごいですね。やはりその大学時代のそのあなたがやらないと誰がやるんだというその言葉から、はい、そこからなんか全てがつながっているような気がするんですけども、やはりその根底の意識が自分のご自身のキャリアというか、かかってくるプロジェクトは出会う方々と結んで、こういう形にな、積み上がってきたみたいな感じなんでしょうかね。そうですね、まさしくおっしゃる通りでして、ただつながってるのはやはりその後になってですね、少しその自分自身を棚卸しした時に、こういうことだったんだっていうのが分かったんですね。で、それまではですね、あまりそんな意識してなかったんですけれども、結果してなんかそういうことだったのかなっていうふうには思います。なるほど、はい、そのお話の中で
最初に今の会社、企業さんに入られたときにですね、まあ、海外の、興味があるというような話だったんですけど、そこから、その後の話で、やっぱり、会社としてもそれなりの経験とかがないと、やはり海外の業務には、まあ、携われない、まあ、っていうふうな話があったと思うんですけど、それはやはり、結果的に自分が、まあ、ある程度、企業に属して仕事を覚えていくうちに、まあ、海外のプロジェクトに携わってから、やはり気づ、もうご自身で気づいたことなんですかね、やはり、それも肌で実感したことなんでしょうか。今、私、陸上風力に所属してますが、つい先日までは国際営業部っていうところに属していまして、そこでいろいろ海外の仕事を行うための、まあ、入札とかがあったり、JICA さんの入札とかがあったり、あと現地の会社に対するその入札みたいなのがあったりする中で、まあ、そもそも先方からのその要求事項っていうのがですね、まあ、そのキャリアが10年以上なきゃダメだとか、まあ、その過去の経験を履歴書みたいな形で提出したりとかですね、まあ、そういったのがあるわけですが、まあ、そこに要はパスしないと、アサインされないわけですね。で、そういうのを実際、この事務手続きっぽいんですけれども、なんかやっていく中で、まあ、やっぱキャリアっていうのはかなり重要なんだなっていうふうなところを、まあ、思いました。あと、実務としても、日本という背景を背負って、要はその海外の ODA っていうのに従事していることになるとも言えると思うんですよね。日本の代表ということで言ってると思うんです。まあ、民間ですけれども、まあ、日本という看板があるわけ、ある上で、その現地に行ってるっていうことなので、やっぱ当然変なこともできないし、適当なこともできないわけですよね。適当なことして、なんか壊れちゃったら大変な大惨事になるわけなので、だからそういったことからも、やっぱそれなりの技術力を持ってなきゃいけないとか、まあ、その一人個人が突出してるのもダメだし、としてもダメだと思うんですよ。だから、さっきもちょっと触れましたが、そのチームでみんなで相乗効果を高めてですね、相手国の中でいろいろその貢献していくっていうのが非常に重要なのかなっていうふうに思うわけですね。そういった中で、その個人のスキルも大事だし、そのコミュニケーション力っていったのも大事だしっていうようなところで、まあ、それっておそらく社会人生、キャリアを積まないとなかなか育めないところなのかなとも思うわけですね。なるほど。だからそういった点ですかね。ありがとうございます。やはりそのチームで動く視点というか、その意識ですかね。そこは、なんでしょう。やっぱり、まあ、かなりご苦労があったと思うんですけども、特になんか印象深いことってあるんでしょうか。まあ、それは海外だから、日本とはやっぱ違う部分とかもあるんですかね。そうですね。やっぱりなんか下手なことできないっていうのがあるので、みんなでこの回答はどういうふうに、この問題、課題に対してはどういうふうに対応していくかとか、お客さんから言われた内容をどういうふうに回答するかみたいなのは、みんなで、それぞれの役割はあるんですけれども、まあ、その中でも、なんでしょうかね、意見を出し合って、回答、対応していくっていうようなところは、まあ、でもこれは国内でも一緒ですけれどもね。まあ、ありますかね。で、あとはそうですね、海外、例えばそのスリランカで言うと、まあ、一つちょっと私がいまだに、って思うところが一個あるんですが、なんか要は、我々その日本で持っている技術をそのスリランカに提供するっていうような、まあ、気持ちで臨んでいるわけなんですが、なんか一回ですね、スリランカではその実績がないからダメだって言われたことがあったんですね。で、私はその時に、ほら、こういった国、あそこもともとイギリス領だったので、イギリスではこういったことをやってるよとかですね、要は文献をかき集めて、まあ、結構なボリュームにしてですね、まあ、レターで出したりしたんですけど、結局それは認められないっていうような時があったんです。で、それも一応そのみんなでどうしようかしようかっていうようなことでですね、まあ、考えながら、あそこの国だったらやってるんじゃないかとか、まあ、いろいろ調整しながらですね、そういった文献を集めたり、そのお客さんと対話したりとかですね、いうことをやったりしてました。それ私個人じゃなくてですね。でも、まあ、でもこれも海外特有というよりかは一般的な話ですね。だなから、るまあ、ほど。
海外特有、そうですね、今パッと思い浮かばないですけれど。すいません。いい、やはりでもそこは、まあ、チームとして動く以上、まあ、横のつながり、まあ、ある問題とか課題に対して、まあ、立場もそれぞれ違うんだけども、そこのつながりをみんな持って動く、対応していくっていう意識が、やはり必要だっていうことですよね、はい、そこは。はい、そうですね。うん、ちなみに、その、オルカー様の今後なんですけども、今後、その、今も MBA を、ま、学んでいただいてて、やはり将来的に、まあ、ご自身のキャリアもそうなんですけど、どういうものを見ていらっしゃいますかね、今。いや、今はですね、やはり、インフラ事業に携わっているので、まあ、ちょっとやはり、はい、海外のそのインフラ、なんでしょうかね、その、地球温暖化っていうような、当然視点も出てくる中で、その、はい、新興国って、そんなの考えずにバンバン電気炊けば、タクタクっていうか電気作ればいいんじゃんみたいな話も、うん、まあ、多少なりともあるんですが、ただそうはいえですね、例えばインドだってその太陽光とか風力とかバンバン入れようとしてますし、やはりその地球温暖化っていう視点っていうのはこれ全世界でやっぱり広がっているわけですね。でだけど電気足りないわけです。あ、だけどって言い方ちょっと変なんですけど、うん、要はなんか小規模の電源をたくさん入れるっていうのか、その水力とか火力みたいにバーンと大きい電源を入れるのかっていうの話にも関わってくるんですけれども、ただそのやっぱり再生可能エネルギーっていうのを優先して入れたいっていうのはやっぱり思いがやっぱ彼らの中ではあるので、まあ、そういった橋渡しみたいなのを、まあ、たまたま今風力に来たので、まあ、そういった意味で知見を高めるっていう点では非常にいいポジションだなって個人的には思ってるんですけれども、まあ、またこの後ですね、国際事業に関連する部署に従事するしたいなと思っていて、でそこで今得ようとしているその風力の知識とかですね、をまたその今まで水力で頑張ってきてましたっけ、国際事業では頑張ってきてますけれども、そう、まあ、今でも現状でもゼロではないんですが、はい、まあ、今後よりそういった風力みたいなところにもですね、力を入れて展開できていったらいけたらいいなっていうふうには思っているところです、会社としてですね、はい、ありがとうございます。いや、本当にオルカーさん今後のさらなる活躍を、はい、もう待っております。いやいやいや、記念しております。最後に若手の方々に対して何かメッセージいただければと思います。はい、海外はやっぱ楽しいですね、うん、なんでしょうかね、日本のその例えば30年前みたいな、30年40年前みたいな、まあ、そんなような世界が広がってるわけですけれど、まあ、そこでその時ってほら日本は高度経済成長期みたいな時だったわけですけれども、うん、まあ、それがその海外で体験できるっていうね、その醍醐味、土木屋としてのロマンっていうかですね、まあ、それが海外には結構広がってるというふうに思います、うん、でそこに、まあ、日本では結構もう成熟してきていて、例えば電力で言ったらもうダムは作りづらいとかですね、作れないとかですね、いろいろありますけれども、海外ではまだ大規模なプロジェクトがあったりとかですね、まあ、その電力業に限らずあったりするので、まあ、今その新幹線もしっかりですね、地下鉄とかもやってますし、まあ、高速道路もバンバン作ってますし、まあ、そういった意味でその海外にはですね、日本の数十年前の世界が広がってるっていう点で、その大規模なプロジェクトが潜在化してる、顕在化しつつあるので、まあ、そこに従事できるっていうのは、自分がその学生の時にですね、その培ってきた知識、技術をですね、提供する機会っていう点で、まあ、かなりチャンスが広がってるんじゃないかなっていうふうには思いますので、うん、ぜひ海外もですね、志望していただいて、みんなで国際貢献していければ、世界平和につながるんじゃないかなということでですね、頑張っていきましょう。ありがとうございます。やはり、オルカさんの思いというか、人柄がすごく、今日お話させていただいて、もう、ものすごく伝わりました。本当に、もう、今日貴重なお話、ありがとうございました。